はいどうも、男ジャニオタの菊池と申します。今回ですね、ストーンズについて語ります。ストーンズといえばね、2015年に結成し、2020年に華々しくデビューしたグループですよね。最近ね、結成8周年を迎えたわけで、すごいめでたいですよね。現在はアルバム曲、シングル曲を含めたくさん楽曲があるわけなんですが、ジュニア期間が長かったので、ジュニアの頃の楽曲っていうのもたくさんあるわけなんですよね。今回はジュニア時代の楽曲の中のある1曲について語ります。その楽曲は2017年頃、ライブや少クラにて披露していた楽曲なんですが、なんとタイトルがないんですよね。少クラにて披露する際もスペシャルダンスナンバーとして紹介されています。歌詞にドロップザビートストーンズというフレーズがあるんですが、このフレーズからファンからは通称ドロストと呼ばれています。もともとはキスマイがコンサートで使った音源を軸にしており、いろんな楽曲を組み合わせ、歌詞、振り付け、構成など自分たちで考えためちゃくちゃかっこいい一曲なんですよね。またメンバーたちの個性がギュッと詰まった一曲でもあるんですよね。まずジェシー君の英語からこの曲が始まります。この英語っていうのはジェシー君の強みなので、この強みが活かされているわけです。そしてジュリ君のラップもあります。ジュリラップといえばね、ストーンズの大きな強みですよね。そしてなんといってもラップ詞の中に、せいぜい頑張れナンバー2っていう歌詞があるんですが、ストーンズがナンバー1ということを主張するね、ワードセンス、めちゃくちゃかっこいいですよね。そしてサビと思われる部分でセンターを張っているのが松村北斗くんです。この時の北斗くんがめちゃくちゃかっこいいです。低音感、覇王感っていうのがあって、センターが似合ってますね。コーチくんのボイスパーカッションも見どころです。コーチくんといえば、カツーの中丸くんからボイパーを習っており、この強みも活かされてますね。そして森本慎太郎くんのソロダンスもあります。慎太郎くんといえばね、ダンスがかなり上手ですよね。もう一つの強みでもあるアクロバットも披露しています。そして京本大我くんの歌唱力も活かされてるんですよね。大我くんの高音ボイスを活かしてシャウトをするんですよね。このシャウトはこの曲の見どころといっても過言ではありません。あとはもちろん大我くんとジェシーくんのハモリもあります。最後はこのように6人が後ろ向きに一列に並び、片腕を上げてポーズを取るんですよね。ワンピースみたいでかっこいいですね。このようにメンバーそれぞれの特技を活かした一曲なので、見ていてファンとしてはめちゃくちゃ楽しいんですよね。あとは盛り上がります。知らなかった方はね、ぜひ聞いてみてください。チャンネル登録、高評価、コメントぜひお願いいたします。